この後雨とか降らないよね。ひとまず家に一回帰るか。俺も少し心配だし。ええ、天気が良くなってからまた出かけましょう。別に急ぐ必要もないわ。アニシャはいつも冷静だ。すごいな。彼は普通に夢を見ている。彼ではないわ。目をつなぎましょう。シャディアは見る目があるな。彼女の言うことなら間違いないよね。彼女でもないわね。夢が永遠に続くことを望まない人なんていないさ。彼は夢に入ってきて間もないから、彼も違うわね。でも時々ラキッシュがもう少しリードしてくれたらいいなって思うけど、今のままでも満足してるわ。残念だけど彼女じゃないわ。時々ラキッシュが植物に音楽を聴かせたらとてもよく育つって聞いたの。ちょうどあなたの演奏もだいぶ聴いてないと思ってね。最近忙しくてな。すまない。おや、宗神様ではありませんか。あ、宗神様。それにそちらのご友人方も、こんにちは。私はここで花屋を営んでいるエミルです。こちらは私の夫、モセイス。何かご用でしょうか。私のことは知っているでしょ。演技をしなくてもいいわ。それとも、あなたのことを夢の主と呼んだ方がいいかしら。なるほど。さすが宗神様だ。悪いな、エミル。俺の研究が宗神様の注意を引いてしまったらしい。先に花屋に戻っててくれ。後で一緒に花の手入れを手伝おう。ええ、わかったわ。宗神様の前で小賢しい演技をしようとしていたなんて考えが甘かったか。では私から先に聞こう。少なくともその方が物分かりがいいことを示せるだろうしな。宗神様はこの無教についてどこまで知っている。この無教はアーカー社によって作られ、存在しない人を想像する力がある。そしてあなたは全く異なる方法で永遠に目覚めることのない夢の主になった。永遠に目覚めない。さすがだ。知恵の化身を前にしていることをつくづく実感する。どうやってそこまで推理したのか聞いても、その代わりとして私もあなたが最も気になっている質問に答えよう。簡単なことよ。この空間にはあなたを除いて全て夢を見る現実の人間か想像された偽りの人しかいない。あなたはこの夢の中で他の人と同じように見えるけれど、私にはあなたの夢を感じられないの。元から目が覚めている人を起こすことはできないでしょう。なるほど。目が覚めている状態で夢の主となれば、この世界はあなたの目覚めによって崩れることもない。理論上、あなたはここの絶対的支配権を手にしたことになる。どのような角度から見ても、これが最適解ね。残っている問題は、あなたがどうやって成し遂げたのかということだけ。答えは目の前にあること。宗神様、
私は私の現実をすべてこの夢に捧げたんだ。アーカー社がまだ運行していた頃、私は自分の意識をすべてアーカー社にアップロードした。実はこれはある事故のせいでね。本来の目的は決してアーカー社や無教集合体ではなかった。すべてをつなげる手がかりでもある本物のような人の方だった。そうだ。人間はあまりにも複雑であるため、アーカー社の強大な知能を利用する以外にそれを実現する他の方法を私は思いつかなかった。アーカー社の規模は仮に私が少しだけ利用しても誰も気づかないほど大きなもの。そしてその少しだけの知能が私にとっては使い切れないほど膨大なものだ。たとえしらみつぶしのような方法を使ってもリアルな人格を作り出すことが可能だった。私はその一つ目の作品をエミルと名付けた。それってさっきの女の人じゃないか。私は彼女と同じ日に教練院に入った。入学の手続きから数えて一日に6回も鉢合わせした。そんな単純な理由から私たちは恋に落ちたんだ。共に学習と研究をし一緒に成長していったよ。全く同じ歩調で歩んでいた私たちは体は別々でも心はつながっているように感じた。しかし彼女は命を落とした。マリン病によってな。エミルの人格をより完全なものにするためにもさらなる学習サンプルが必要なんだ。私はアーカー社のデータベースから彼らのデータを探し出し、心理的な病気の検査を理由に彼らの体内に収集装置を残した。それにより彼らをネットワークにつなぎ、エミルに彼らの思いを感じさせることを可能にさせた。エミルはそれにより成長し、性格もより人間味のあるものになっていった。研究に全力を注ぎ、効率を上げるために私は意識をアーカー社へとアップロードし、ネットワークの一部となった。つまり正確に言うと、あなたは目覚めないのではなく目覚めることができないのね。ああ、アーカー社が何の前触れもなく停止されたことによって、私は全ての知能を失い、自らが立てたネットワークに囚われた。最初は慌てたが、状況を整理した後、知能の源を切り替えればこの世界を再起動できると分かったんだ。つまりネットワークにいる人はみんなお前に知能を与えてるってことか。これがことの詳細だ。私は自分が悪いことをしているとは思っていない。ただ彼らと自分を救っているだけ。彼らに良き夢を与え、その代わりとして彼らから知能を提供してもらい、無境の燃料にしている。彼らは目を覚まそうとすればいつでも覚めることができる。しかし人は元から眠りが必要だ。どうせなら美しい夢を見続けた方がいいだろう。私もそう思うわ。ここは私たちがやっとのことで作った家なの。うん、その通りだ。俺たちは自分でここに残ることを選んでる。よくわかりませんが、私は二人ともっと一緒にいたい。二人が悲しむ姿は見たくありません。ありがとう、メイナ。宗神様、どうか私たちを理解してほしい。みんな、そう慌てなくても大丈夫だ。宗神様は民を理解し愛している。我々の自由を妨げたりしないだろう。どうやら私の最後の質問もあなたに答えてもらう必要がなくなったみたいね。すべての秘密を教えてくれたのはそれについて恐れがないからでしょ。なぜなら民を武器にして彼らの神に突きつければ神はなすすべがなくなるもの。彼らはただ大切な人とずっと一緒にいたいだけ。私はそのチャンスを与えているに過ぎない。何も間違ってないはずだ。愛する人と別れたくない。
親友と再会したい。これの何がいけないという。あなたが人間をもっと理解するか、もしくはあなたも苦しい別れを経験していれば、これほど人の心がわからないことはなかっただろう。その才能と覚悟を正しいことに使っていれば、新たな世代の賢者にもなれたかもしれないわね。残念なことに、あなたの恐れを知らずに王妃を発言するほどの傲慢は、教令院の六罪の一つを犯してしまった。あなたは人間の感情と冷徹な知能を等しいものとし、彼らが直面すべきだった痛みを剥ぎ取り、それを隠した。彼らが沈黙するよう誘導し、そしてその悪行に全くの自覚がない。痛み？誘導？そんなもの、ここが創造された時から存在しない。いいえ、存在するわ。アイルマンの娘、ヘイデルよ。え？娘がどうしたんです？この無教は規定のネットワークを頼りにしている。言い換えれば、体内に装置を植え込まれた人のみここに入ることができるの。あなたの体験したことを詳しく思い返してみて。私はヘイデルを連れてこっそり丘に戻り、そこにはメイナーが待っていて、ヘイデルも母親に会えて、はあ、ヘイデルはヘイデルではない。ええ、彼女はあなたと同時に無教に入ることはできない。あなたが夢に入った瞬間、無教はヘイデルを想像し、娘を母親に会わせるというあなたの願いを実現した。それで本物のヘイデルはどこにいると思う？まだ丘に取り残されて。そう、父親が急に気を失い、意味のわからないことを言い出すのを見たら、彼女はとても怖いと感じるでしょうね。しかもそこには魔物も出没する。とても危険よ。ヘイデルはまだそこにいる。だったら。パパ、何言ってるの？全然わからないよ。すぐに目を覚まさなければ。ヘイデルを一人きりにはできない。みんな何か思い出したようね。自分を守るため、人は苦痛から離れ安らぎを抱こうとする。それは人間の本能であり、弱点の一つでもあるわ。だったらなぜそれでも多くの人が危険を承知で前へと進み、苦痛を承知でそれに立ち向かうと思う？人は自分だけのために生きているのではないからよ。彼らには家族が、愛する者が、友が、家が、そして未だに実現していない人生の理想がある。しかし、あなたは最も安楽なものだけを彼らに見せ、見えない苦痛の上にあなたの無境を築き上げた。そんなの巧妙な詐欺に過ぎないわ。確かに夢の中に長いこといるな。やるべきことがまだたくさん残ってる。神が不完全な世界を作り、無数の整理死別を生み出したのは人を理解していないからだと思っていたが、まさかあなたが答えを見出すことができるとは。しかし残念ながらそれも無駄なことだ。目を覚ましたければ一時的にそうすればいい。ちょうど私もエミルと少し二人だけになりたかったからな。この夢が存在する限り全員戻ってくる。人はあなたが思うほど強くはないし、あなたが神だからといって何にでも従うわけではない。そろそろ余計なデータとノイズを片付けなくてはな。気をつけろ、魔物だ。全員すぐにここから離れて行って。私こそがこの無境の支配者。無数の魔物を創造するなど造作もない。安心するな。
傷を負う前に目が覚めるだろう。ゼミルは誰かが傷つくのを見るのが好きではない。だからおとなしくしてもらおうか。これこそが知恵の伝道。手をつなぎましょう。よっ、た、せ。ふん、うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものなら、たとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り、彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。何が起こったの？幻想が突如崩れ、制御できなくなったのね。あっ、まずい。エミル、エミル、エミル。大丈夫か、エミル。頭が。やめろ、頼む、やめてくれ。そこから離れて、私の腹を壊さないで。どうしよう、どこにいたの？とは言っちゃったわ。もういらないものも。私のお家にいらっしゃい。全部丸見えね。ガンザン八九、見切りました。私は誰？エミルじゃない。やっと終わったぜ。さっきは何が起こったんだ？彼はまだアーカーシャ技術に対する掌握が完全なわけじゃない。魔物の創造に大量の知能を使い、システムを制御できなくなったのね。そして創造された人までもが魔物となった。もちろんエミルも例外じゃないわ。たとえ夢だとしても残酷すぎる。オイラから見ても怖いって思ったほどだし、あいつらは余計。でも幸い混乱はすでに収まったようね。あとはここの人を目覚めさせ、現実に戻らせるだけよ。エミル、私のエミル、すべてがなくなった。すべてが夢に終わった。運命には抗えない。知識には頼れない。この世界は、あまりにもひどすぎる。まだ私たちのせいだと思っているの？そんなのはもう重要ではない。無境の運行を維持する知能が全て魔物になった以上、ここはもうじき崩壊し、私の意識も消えるだろう。エミルと一緒に行かせてくれ。たとえ灰になろうとも、私は目を覚ましたくない。ショックを受けすぎて絶望してるみたいだ。エミルが魔物になった瞬間を見た彼には、もう十分と言えるほど精神的な罰を与えられたと思うわ。虚無について深く理解した後は、そろそろ存在の意義を振り返る番ね。存在？私は彼らとは違う。とっくに意識しか残っていないんだ。私のアーカー社に対する理解によれば、あなたの意識をここから抽出し、知識の容器に入れることは可能よ。教霊院は今もあなたの体を保管しているはずだから、すぐに目を覚ますことができるはず。
必要ない。このまま消えさせてくれ。もはや現実に価値なんてない。これは同情なんかじゃないわ。あなたがこのまま消えて法による罰から逃れることは許さないと言っているの。これからの人生はあなた自身がどんな形で存在するかを決めてちょうだい。さて、旅人にパイモン、私たちもそろそろ帰るわよ。この件に対して全ての終止符を打つために。ここの人たちに目を覚ましたらモーメントオブドリームの会場に集合するよう伝えましょう。よかった。あなた方もお目覚めになったんですね。皆さん次々と目を覚まし、街は良い知らせで溢れています。どうやらこの件も無事解決したようですね。ええ、結構大変だったけど、後で大勢の人が来るはずだから、会場の秩序維持をお願いできるかしら。私は彼らと一度、教練院に行ってくるわ。すぐに戻るから。あの学者の状況を聞きに行くんだよな。ええ、でも意識が体に戻った後、目を覚ますには少し時間が必要なの。後のことはマハマトラに任せるといいわ。あの時あなた方を呼び止めて本当に良かったです。私たちだけでは到底この状況を処理できなかったでしょう。お前も結構よくやったと思うぞ。夢の深くで激しい振動を感じて、そしたら目が覚めてたわ。夢はいつか覚める時が来るのね。みんなが一斉に目を覚ます光景はなかなか壮観だったよ。調べたいの。クシャルワー学院の学者で昏睡状態になっている人はいないかしら。かしこまりました。少々お待ちください。お待たせいたしました、宗神様。確かにそのような学者が一人おります。名前はベノニ。パーカー社の違反操作により昏睡状態に陥っています。現在に至るまで意識は回復しておらず、今もなおビマリスタンで治療を受けています。え、モセイスって名前じゃなかったのか。正体を隠すためだったのでしょう。誰にも邪魔されたくなかったのね。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。これをベノニの脳へ導入するよう頼んでちょうだい。かしこまりました。ただ安全性の考慮から理由についてお伺いできますでしょうか。
簡単なことよ。この中にあるのは彼の意識。以前まで、ある無境に囚われていたの。彼は無境の中で、スメールの治安に影響が出るようなことをした。彼が目を覚ました後、私から大マハマトラに状況を説明するわ。かしこまりました。すぐに取り掛かります。ありがとうございます、宗神様。ううん。礼はいらないわ。モーメントオブドリームに人が集まっているでしょうし、そろそろ戻りましょう。今すぐ取り掛かります。ご安心を。ほど目を覚ました人たち、こんにちは。あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって本当に申し訳ないと思っているわ。無境の中での対応も少し冷たいものになってしまったかもしれない。本当にごめんなさい。無境にはとても不思議な力がある。強い心を持つ人に対しては心を奮い立たせ、理想に翼を与えることができる。でも同時に、その状況を利用して認識を混乱させ、是正をひっくり返すこともあるの。不幸にも、あなたたちはその獲物に選ばれてしまった。前にも言ったように、私もまだまだ学習途中で、離別の苦しみを共感できると言えるほどではない。でも、ここに同じような経験をした人が少なくないことは、周囲を見ればわかるわ。あなたたちがここに集まり、共に未来へ向いていること、誇りに思ってちょうだい。生命という道はとても長く、その終点を見透かすことは難しい。そのせいで、私たちは多くの疑問を抱くかもしれない。生きている意味は何？目標は何？どうして苦痛を味わい続けなければならない？確かに、足を止め、考えることを放棄し、慣れ親しんだやり方を繰り返すことは、最も簡単な選択よ。でも、もしもそのような考えが頭に浮かんだら、身の回りの人と物事に目を向けてみてほしいの。一日中頑張って働く人がいるのは、家族に温かい晩御飯を食べさせたいと願っているから。世を渡り歩く人がいるのは、テイワット中が共感できる芸術品を作り出したいと思っているから。世界の秘密を探す人がいるのは、迫り来る名乗しがたい災難を防ぎたいと考えているから。自我は生命の意義のすべてではない。一つ一つの行動こそ、自我と世界を作り上げるものなの。家族や友人は、あなたたちの行ったことを覚えているし、見知らぬ人だって、あなたたちの行動から恩恵を受けるかもしれない。だからこそ、苦しみに耐えてでも、新たな道を切り開こうとする人がたくさんいる。そしてあなたたちが同じ道を歩んだとき、それら究極の質問の答えは、少しずつ見えるようになり、それと同時に、重要ではなくなるの。だけど、もしもあなたたちが生命を虚無だと思ってしまえば、それは本当に、だんだんと虚無へ向かってしまう。あなたたちには、生き方を選ぶ自由がある。でも私は神として、先にあなたたちの目を覚ます必要があるの。それでも、現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかは、あなたたち自身が決めることよ。ナヒーダは個別でまだ話すことがあるみたいだ。教練院前の広場に行ったみたいだぞ。
あの時あなた方を呼び止めて本当に良かったです。私たちだけでは到底この状況を処理できなかったでしょう。お前も結構よくやったと思うぞ。助けてくれてありがとう。本当にすまない。ヘイデルが俺のせいで怪我をしなくて本当によかった。あなたたちはとてもすごい人だってパパが言ってた。命の恩人だね。ありがとう。眠りすぎてまだクラクラする。放っておいてくれ。ナセイルとは結構話が合うことに気づいたの。どっちもさっぱりした性格だからね。しかも俺たちは二人とも宗神様に口答えをしたらしいな。一人は現実で、もう一人は夢の中で。その夢の中でもお隣さんだったし、いっそシェアハウスしない？いいわよ。私もそろそろ家賃がきつくなってきたし。はあ、これでなんとかなるわね。私はこの植物と共に冒険に出ようと思います。ただ待っているだけというわけにはいきません。アーシア先生がどうしても探ろうとしていた秘密、私も見に行きたいのです。本当にありがとう。この先縁があったらまた会いましょう。彼は人間性の弱点を利用することに長けていたわ。おそらく彼自身も以前からその渦中に陥っていたのでしょう。あの無境には言葉で言い表せないような誘惑があった。病みつきになるほど甘く、常人では明確な判断ができなくなるほどに。でも目を覚ますことさえできればいつだって遅くはないわ。あら、どうして急にそんなことを？そうだぞ。お前は人間の感情がよくわからないって言ってたけど、お前の迷いもオイラたちには見えてたぜ。さっきの演説もあいつらの立場になって言ってたし、よくできてたと思うぞ。ありがとう。この一件で数多くの悲しい話を聞いて何度も心を揺さぶられたの。被害を受けた人たちの行為が間違いだったとは言えないし、彼らの望んだものも決して課題ではなかった。だから彼らが私たちに対抗し無境を守ろうとした時、私には彼らの選択を理解できたわ。でも私の理解と感じたことは、彼らが本当に体験した苦しみに比べれば100分の1すらないかもしれない。その100分の1を共感だなんて私には到底思えないわ。ナヒーダは自分に対して厳しいな。それだって共感に入るに決まってるだろ。わかった。やっぱり外に出てみると成長できるのね。感情と知識は全く違うもので、明晰な言葉でそれを描写することはとても難しい。レノニ、モセイスは私が生理死別を経験したことがないと言っていたけど、私にはなんだか漠然とそうじゃないような気がするの。無境に入った時、
どうしてかとても温かな熱流に包み込まれる感覚を覚えたわ。その温かさはまるで自分が生命の原初状態に帰り、二度と目覚めたくないほどのものだった。でも再び目を開けた後、その感覚は消え、何の痕跡も残っていなかったの。例えるなら、白紙の上に書かれた字を消すようなもので、字は見えないけど薄いへこみだけは見える状態ね。あの無境を経験した後、さらにはっきりと分かったわ。あの熱流が何を意味しているかは重要じゃないって。ただ確かなのは、私はかつてその温かな力によって支えられ、今日まで来れたということ。その温かさがどこから来るかに過度にこだわるのは本末転倒というものよ。さっき民たちにあれだけ多くの理想を語っておきながら、結局は自分もできないだなんて、そんなの面目丸つぶれじゃない。何度も何かを言いたげだったけど、私に伝えたいことでもあるの？そう。なら、目を覚ましたのだし、体を伸ばしましょう。新たな一日が始まるわ。